してみたー。よいしょー。クラブにいる男女ホテル送迎の3日目となっております。はいはいはい、はい、前回もやったんですがね、お持ち帰りしそうな男女を僕らが車に乗せて乗りみたいな形でホテルに送るっていうね、うん、まあ言ったら社会運動なんですけど、うん、まあこのね客をもう3日目やってまして、まあ、前回はね俺ら善意でホテルに送ってあげたんだけど、結果的に女の子に逃げられてしまったっていうね、はいはい、まあミスをしてしまったわけですよ、僕らもね。だから前回の反省を踏まえて、今回は本当にお互い同意の上、ちゃんとホテルに送っていきたい。2回やったからさ、ちょっとわかるけどさ、多分ガチなのよ。まるでイエーイって言ってる感じはなかった。だから結構ね、相手の表情とかそこ見極めるのも大事かなと思う。どうしたの、ケニー。そんなに傷だらけで。湾岸戦争何ですか、ダメージ。そう、ダメージ加工。どう考えたってダメージ入りすぎて。こういうのがオシャレでやってるから。あ、これオシャレなの。そう、めっちゃ凶暴な猫飼ってるわけじゃない引っかかれてるわけじゃないじゃない凶暴すぎるだろ。いじめられてるんだったら俺友達だから全然話しないなんかあるこういうセンター、よろずあれやってるから、あれに電話する方やってるから電話する方やってる、されの方じゃなくてする方やってる。あれ週一では電話してたかな。めちゃくちゃなかなかね、そっちがいじめられてるわけじゃないし、小学校の大した時この話だったショック。これリアルでやってたよ、本当にこう。お前のお父さんがファッショナブルだったからじゃないですか。僕のお父さんが昔ね、原宿のカラス族やらしてましたんですけどコムデギャルソンしか着ないんでしょ。しかも両親ね、両親、両親お母さん、お母さんとお父さん同じ専門だから、カラス族2人ともやってて、お母さんは王道の黒、カラスは黒、カラス族だね。だからお父さんはちょっと息だからコンちょっとだけ、レイビーズとちょっと違うぞ。しかもその時ロン毛で、雨になったら学校に来ないめちゃめちゃいいんだよ。そんなキモい親から生まれた子はこうなるよ。いや本当に血に繋がってるんですよね、マジだから。まあだから今回は企画はまあ本当にもう素直に送っていこうと。あと前回は最後なんかその AV 女優のね、邪魔されたね。お前が一番喜んでたカメラ終わった後ももうどうしようみたいな感じ。どうしようってなって、あの子さ、俺ら同級生の友達じゃん。だからその子が聞いたんだよ、ソウタがありがとうございましたって送ったらしいって聞いたね。1日で全員のは抜けなかったから、はい、その1日抜いたら挨拶した、次の日抜いたら挨拶したって3日かけて3人で。めっちゃキモいんじゃん。いや、それは一応教えてあげないと。まあそうだね、なんかズルだなって思った。まあだから要はその AV ジャグ乗ったから脱線せずにちゃんとカップルを送っていこうよって話して、前回俺たちが気持ちよくなっちゃいました、正直。ほんで申し訳ないから、今日からはちゃんと社会運動として復活するんでね、期待してるの。いや、そんな社会運動あっていいわけないんだから。今回はちゃんとやるんでね、ちゃんとやるんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回のこのオープニングもね、僕らがお世話になってるキャメロットっていうね、渋谷のクラブでね、撮らせていただいてる。あの終わった通りにはないからね。あの終わった通りじゃなくて、もうちょっと高尚な場所にあったんですよ。僕らが好きなのはこっちなんですよ。高尚すぎてさ、襲撃とかって力が襲撃してる。力がさ、襲撃が来たって。最近すごい盛り上がってるんで、ね、ぜひ皆さん来てみてください。そうですよ、お願いします。それでは勝負レッツ出発しまーす。ありがとうございます。まあ僕らね、例えばなめならばのライブに行きましたので、シャドラにマックスのそんなはなかったね。クラブでね、ライブしててリッキーがね、ぽつりに来て今出してくる周りにさ、全員怖いし、ね、全員がさ、テストする向き出しのことなくない。まあの空間でなんか平和に見えんな。それな、それな、さっきの見たのだと。すいません、バットホップと、バットホップとナイラがどっち間違えてんじゃん、知らないですか。そうか、そんな記憶じゃない。え、ぜひよかったら乗っていくとか。じゃあ出発するよ。え、でさ、そのナメダルマとバットホップはどっち派なの。バットホップなの。あー、なるほどね。じゃあマジでファックだ。どうした。じゃあマジでファック。どうした。下ろしたい。ナメカズ。なめこず。いやいや、なめだるまとあめこず混ざってなめこず。何歳ですか。おお、今年中引っ越したら結構行くの。これは何、何のために行くの。そうです、最近で嫌なことってブロックされたんですよ。いや、されないって。4回デートしたのにブロックされた。よほどやばいことしたんじゃない。飼い猫食べちゃったとかさ。あ、やめてやらかしたよ。ああ、さあ、どういう男の子がタイプなのかなと思って。私ですか。そうそうそう。この中とかじゃダメですか。ああ、この中でもいいよ。え、俺なの。やば。中身がタイプです。あ、中身。なんで、いや、昆虫とか食べんの。
中三つ敵ねえ、カブトムシとか中三つ敵普段何、主食バッタ違う中三つ敵別にバッタの、バッタの中身がソートでもいいわけじゃん外見、外見は外見色白で鼻高い人好きですでも雪だるまとかあったじゃない誰誰それ白くてさ、人参で鼻高いやん鼻高いわああいうタイプでしょちょっとだけ捉えるとね多分アメコズとして乗ってくれたと思うんだけど一応俺ら YouTube っていうのは副業やってるんだよ俺らが何で稼いでるかっていうとクラブにいる男女をワンナイトセッティングするってやだこれ今そうだから女の子をここに乗せるじゃん男性視聴者が結構多いからさ俺たちがこう説得してもうイケメンを捕まえてあげるよっていう33万人登録者がいるんだけどそのうちだから28万本ぐらいペニスがあるのよ。あ、男がね。あ、そうそう、ペニスが300数で言うと。でも LGBTQ それ配慮できてる？それ社会的性はそうかもしんないけど。俺らの視聴者って9割が LGBTQ だから。9割が9なの。だから9が視聴者の9割が。まあそこもあるんだけど、まあ普通に男女というか、まあ異性ね、と一緒に大人を探してて。どういうタイプなのかなって。なんならその、今こうクラブが行くからさ、この人この人って言ってくれる。まあ、まあ一応ビッフェやな。タイプの人いたら、もう俺らが声かけるから。これ違う、これ違う。ブス。ブスです。これ見よがしに言うのよ。言わなくていいよ。そうだ、あれだけブスあんま好きじゃないんだっけ。俺マジブス嫌いです。生きてる価値ねえんだよ、ブス。男のブスの状況です。本当に。かっこよくない？結構ガチかっこよくない？え、女の子とかって今募集してますよ。募集してない。分かんないですよ。ごめんな。取られたら。君たちのレベルはこんなもん。マッチングアプリをやってるんだけどそのいい感じの男の子が見つからなくてマッチできなかった場合は俺らの誰かとエッチしなきゃいけないでそれ申し訳ない申し訳ないけどちょっと来てちょちょ来てちょ正直女の子増えてる女の子増えてるごめんねごめんな40と30に変わってやんないからねそうやな、せっかくなら満点いっちゃうせっかくなら満点いったほうがいい結構いいね、ここはすぐに聞いてみた50とは真ん中が60基準厳しくない厳しいな、ちょっとマジでちなみに100点じゃないとやれないんでしょじゃないと結構100点誰なの、例えばよろずく何点だ90お料理上そんなやついねえから企画破綻ですマジ破綻だわこれ散々クラブ企画やってるけどよろずより書くやつ別に見たことねえんだわ確かにうんちなみに推しの俺はさ、何点なの？はい？ケニーちょっとホテルそこ右曲がったところ見つからなかったねもう見つからなかったうわ見つからなかったわうわ企画失敗ということでよろず90、ソート100なんて絵面がねあんまないもんいやだから地獄ではあるんじゃないちょっと立ち直れない俺普通にホテル今勝った思ってる勝ったあるよね手首切りたくない自分自傷行為収まるはいはい右のネキに模試はいる？ああはい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 まあ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 ちなみに何点？100がやれるとしたら70え、ちょっとお前なめんなよ鏡買ってやろうかお前ら強制してる口に壁につけやがってお前言ってやんなそんなこっちが乗ってもらってんだからやばい言い過ぎてるわ一応ここら辺ではい、ありがとうございますありがとうすみません、ドライブしませんか乗ります今、怪しい車に女の子拉致しようとしててよかったら拉致されませんか怪しいの100も承知なんですけどそれ頑張れば、そうそう次直してあげるよリタッチしてあげる、頑張れば頑張れよ、ホテル行くモチベはないのいえ、いや、たまにはさ、アブノーマルにホテルでもいいと思うよ、俺はたまには先週5日間でも行ったえ高いやな来た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 え、何二人はカップルですか？ちゃんと付き合ってんだ。いいね。ちゃんと付き合った。熱やな。普通に疑問なんだけどさ、カップルでクラブってどういう気持ちで来るの？クラブで出会ったから。そう。あ、好きなんだ二人。ネバ？ネバで。で、今もネバで遊ぶ。今は。財布抜かれてバット入ってガチ抜かれたんですかガチ抜かれたんですか財布を取られた9000円でもうわでも俺財布さ余ってたからプレゼントしたかったなうわ家に1個余ってあのプーマのベリベリ財布がなってプーマのベリベリがあれマジかっこいいじゃん何歳なの2人は21です今は
18。男の方が年下のパターン。18なのに、いつかのキムタクみたいな感じのオーラあるよ。だって珍しい、牙生えてんだもん。今の人類で牙生えてるやついないんだから。すごい、なんそれ、どうピアスなんですよ。フェラチオしづらそうじゃないですか。なんで俺がそうですか。お前フェラチオ知らないの。逆じゃない。ついてんの。まあ、するときは取って。するときは取って。どういう状況。ちなみにさ、クリスマスの予定とかあるの。あ、そういえば25バイト。あ、それ浮気の口実じゃないよな、それ。ダブー。ダブーなー。まあ終電で行くからいいでしょ。もういいね。なんか今もいいな。24仕事でしょ。あ、宣伝させてください。お、なんだ。船橋のコスプレのキャバクラで働いてるんで。絶対そうだと思って。いや、コスプレ。俺何の生産業で働いてんのかなと思って聞こうと思ったんだよ。で、ぜひ。おお、みんな行った船橋。コスプレか。はい。どういう服装とか。囚人とか。囚人？あ、え、女の子。囚人。はい。あ、まあいいよ。可愛い囚人。これで結果とかなかった。本当に寛大。寛大。年下で余裕ある。年下に寛大。気まずかったらあれなんだけどさ、経験人数とかどうなの？お互い。私は少ないけどめっちゃ多いんじゃない？バカ言え。めっちゃ多いな。何で？彼女が多い。彼女は多い。何人ぐらい？え、もう50ぐらいいる。いや、全然一桁。はにゃ手探ってんちゃうの。なんであんたがそっち側に。前な、いいね。彼女の前でちょっと。大事よ、全然。全然、あの、二人の好きな単位とか教えてくれたら。そんな少ないカップルに。そしたら今後のさ、その性行為にさ、なんか彩りが添えられる。だから正直今まで言えなかったお互いのエッチの嫌なところを言い合えば、大生活はコップしてる。超大事。一日一回？4、5。すげえな。タイムスケジュールだけ教えてほしいわ。一日4、5、毎日？いや、かっけえよ。すごいわ。いや、かっこいい。マジかっこいい。いや、そこまで言ったらすごい。時間開けてとかじゃなくて。すげえ、かっけえな。ずっといけんじゃモード来ないタイプ。来ない。あ、来ないんだ。かっけえな。あ、本当に男らしい。いや、男らしいよ。どっちどっち？だいぶ強い。トントンくらい。ああ、私。絶対こっち。彼女やっぱ性格強いんだ。こういうね、多いパターンって大体彼女が性格強いからね。俺はもう、ムラムラこうやってイラムラの段階で。イラムラありますね。目の前で何見せられてんだろうってイラムラ。本当に。外でしちゃったとかさ、過激なやつないの？外ないね。ないんだ。外ないね。じゃあやってみたいとかあんの？ちょっと、そういうイリーガルな願望みたいなやつ。コスプレ来たりすんの、やっぱ。ネタあるやん、そんな。してますよ。何、どういうコスプレするの？ナプキンのコスプレとか。何それ、見たことない。エッチすることに対してさ、恥ずかしさとか、いっぱいやっちゃってるのが、ダメなことみたいな、日本にあるから。ガチいらないからね。君たちみたいな、そういいね。前向きだし、こう全部出してくる。やっぱエッチするとエストロゲンが出たりとか、幸せホルモンが出たりとかするわけですよ。そうなると、やっぱりお互いのメンタルも安定してくる。あまあ、よくば、その、先生、ちょっと漏れちゃって、妊娠しちゃった場合。少子高齢化に貢献しますんで。って考えると、あなたたちは、社会、ちょっともう危ない。生で。危ない。生でやってる。生でやってるやん。生じゃないこと前にね。いいね。スタートから。いいね。映画全部それ？いや、4発目ぐらいの。いや、毎回やっちゃう。なんか薄くなったからいけるかなじゃない。4回連続でいけるような男の選手は強いです。4回は正直、正直ね。え、何？じゃあ、まあ妊娠した可能性もあるじゃんか。おめでたかもね。ピリってるし。ピリってんの？しないっす。え？気持ち強いね。気持ち強い。気持ち強いね。強い。すごい、気持ちが強いな。一緒に子供生まれたら牙生えてくんだよ。だから、かわいい。牙と下ピが2個ついてくる。可愛いわ。じゃあどうせ成長がちょっとさ間違えちゃってさ、牙の方がでかいみたいな、トドみたいになっちゃって。少子高齢化に貢献してるっていう意味では NPO 法人をもう設立した方がいいよ。国補助金出した方がいいんじゃん。ホテル代は補助金もらった方がいいよ。ホテルだ。あれあれ、ホテル SK プラザに着きました。イエーイ。なんか一応ね、皆さんあのゴムはしましょうねってつけときますけど、一応ね、ほんとそれはみんなした方がいい。この子供たちはあの特殊な訓練を受けてます。こんな訓練を受けてます。あとやっぱ可愛いしかっこいいな二人とも。いいな二人とも。じゃあな、暑い夜を。はい、悔しいです。あー悔しい。いやいいですね、やっぱああいうカップルはいいよね。
うん、俺も悔しいけど、その男女がこれがラブホに入ってくっていうのを見てるのは正直面白いやん。何たぶんぐらい悔しいので言うと、うん、結構高い12加藤ぐらいある。12加藤、うん、めちゃめちゃ悔しいやん。結構悔しいよ本当に。おお、なんかさ、なんか二人とも可愛くね。え、なんか言ってる？クラブ、ローレル行ってました。ローレルか。はい、なんかやってるべ。俺らのこと知ってくれてるわけではない。何やってるの？何ですか？やってるべ。いや、可愛すぎる。いや、マジで。すいません。あー、出ました。びっくりした。なんか可愛いのは何だ、流行ってんの？ねえ、その二人とも可愛いのが流行ってる。ここさ、汚いクラブ街じゃん。二人がいるとこだけね、宮下パークだったのよ。バイスさん、バイスさん、何歳ですか？私21です。21、一緒ですね。はいはいはい。一緒あんな。はい、好きだ。ポです。何人来たの？音楽。音楽。へぇー。音楽か。いや、なんか、人気は全然感じないんですけど、その、ワンナイトとかないんですか？ないです。しないです。キナは？ないです。キナ、ほら。ヒナコラの真似した。これでもさ、彼氏はいるの？彼氏います。ないです。あ、いるんだ。はいはいはい、片方いると。します。え、浮気とかする？しないです。するって言っても困るって。しないです。いや、するんだったら俺する。どういう人がタイプなの、それぞれ？喋ってくれる人。あ、面白い人。面白い人。外見で言うとさ、どういう系がいいの？韓国とか LDH。 外見は私特にないです。いや、余裕あるわ、マジで。余裕ある。いや、本当に余裕あると思う。ブスほどそのこれがいいっていうのが強すぎる。彼氏には内緒で言ってきてるの？そういうわけじゃなくて。内緒、内緒で来てる。彼氏もね、モテること分かってんだよね、正直。そりゃこのね、可愛い顔してた。あ、お前が言うなよ。どっちも可愛いからね。可愛い顔、お前が言うなよ。でも、ちょっと特に触られたりとかボディタッチもないんで、言わなくてもいいよねっていう、なんか自分の解釈で。めっちゃ自分の解釈やな。男の側が心配だからね。俺が今後ろからわしづかみしてもさ、気づかないってこと？じゃあ好きなのは彼氏なので。違う。どうなの、画面の前のみんなはさ、ほっこりもほっこりもしてんじゃないの？ほっこり、ほっこりしてるよ。映ってない、この子。ほっこり、この子ずっと映ってない。そう、どんどん映って。どんどん。君は彼氏ないんだからね。なんかさくらちゃんも撮れる。ほら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 。お互いさ、高校のマドンナみたいな感じだったの？まあ、いや、全然ダメだよね。ちょっと、その高校どうなってんの？笑けるわ。芸能人専門学校だ。そこにいたんじゃんみたいな。ミスんないね。いや、カエル化みたいなのが一個もないんだよね。まじ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 。え、かわいい、かわいい、かわいい。お前本気で押すからアイドルとかしてほしいよ。ね、推し活するわ。お金あげたい、なんか。そのお兄さんたちがパパ活したんすよ、俺で。ご飯行くだけでさ、20万ぐらい渡す。ご飯で20万ぐらい渡すから。俺初めてかも、なんかこのクラブ街でさ、ほっこりしたの、なんか。いや、嬉しいなぁ、ハートも普通してるしな。こういう人もいるんですよ。痛い。チューだって。言っちゃってもいいやん。一応今回の本来の企画はね、可愛い女の子を乗せてタイプの男を見つけてね、乗せて青山ホテルに行ってもらうっていう企画なんだけど、ここでマッチングアプリ状態を起こすって。俺らは行かない。正直俺らはそんなことしたくないって。なんでそんなことするんだよ。なんかもうだってさ、俺らが考えた企画だから企画を変えるのも俺らの自由なんだよ。そんな企画ふざけんな。だから可愛い女の子、いや、だから君らがちょっとホテルなんかもうダメです。いいから、この子たちはホテルに行かせません。誰も近づくね、そう。いや、ありがとう。今ね、車来てないから行っちゃえ。まあ、マジでしょ、先輩しょ。で、公式もご祝儀だけあげるから。これも、しすぎだ。ご祝儀だけあげるから、結婚式とか。幸せになってね。行ってくれ、早く。結婚式からご祝儀だけあげるからさ。行ってくれ、じゃあ早く。幸せになって報告してね、俺に。行ってくれ。これからだから。ありがとう。行ってくれって。俺がやらせて。なんでその結婚前見てんの？21歳って言ってるやん。なんで人のそこまで願いから偉いよ。逆に偉いと思うよ。でもあの二人で本当幸せになってほしいなって心から思っちゃって。いや、それはそうよ、正直。でも俺本当にさっきバダサイクッションになったと思わない。バダサイクッション真逆の存在。やっぱテンションしてるんですけど、なめだるまを10回聞いた後に1回フルーツジッパーを聞くと整う。サナと同じ効果があるっていう研究結果が。落差がすごいよな。いや、だからもうちょっとこれを機に
この企画を言ったあの子たちのせいで休止しますと。可愛い子がいたら本当にどこにも送りたくないんですよ。本当はね。でも少子高齢化だとどうだっていい。まあ別にいっぱい産むんじゃなくて、あの優勢な遺伝子でああいう可愛い子が生まれてくれてる。少数精鋭でいいんだから。少数精鋭でいっぱい産めばいいってもんじゃないの。じゃないと不幸な子供増えるでしょ。そうでしょ。だからソータみたいな子供が増えたら困るでしょ。ねえ、なんでそういうこと言うの。なんでそう言っちゃうんだろう。ねえ、なんで言っちゃったんだろう。言ってたよ今。なんで言っちゃったんだろう。俺元田の仲間だと思ってる。なんでぶち殺せばゴールだよ。そういやだからああいう子たちはやってほしいし、そうとみたいな子はやってほしくないし、そうだから、ね、俺も実はずっとさ、ブサイクがさ、人の外見に点数つけたがるってさ、やばいお前やなってブサイクが人の点数つけたがるってやばいけどさ、いやでも、ね、あれだよ、俺ら3人は別にそんなお前もいいなと思ってるよ。嫌いじゃないよ。俺らはお前のことめっちゃ嫌い。それも含め俺らチームだし、息子さんなんかさ、モザイクつけたがるとか言ってたやん。もともと顔整ってないくてモザイクみたいな顔してんのに、さらにモザイクかけようとしてるのが意味わかんないとか思ってるけど、俺はいいと思う、お前のこと。モザイクみたいな話だ。お前ガスの無駄だもん、効率ってのは。俺ここのガスのめっちゃ無駄だもん。もっといい家に使える、お前のガスで。それでは次の動画で、バーイ。